はいどうも皆さんこんにちは、ヒロチューブです。ということで今回の動画は初心者が知っておきたい関東の知識を紹介していきたいと思います。ぜひねこの動画最後まで参考になったと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ということで早速やっていきましょう。はい、ということで今回関東なんですけど、一応コントローラーの方になっておりますので、コントローラーの細かい関東をね、なんでこんなものがあるのかっても紹介していきたいと思います。まず設定いって、でこのコントローラー補正コントローラーオプションでね、この皆さん、感度、本当に初心者の方って、まずですね、デフォルトで多分こんな設定になってると思うんですよ。このアドバンスオプションっていうのはね、オフになってて。で、これ、なんでオンにした方がいいのかっていうと、これ、アドバンスオプションオフだと、視点感度、照準感度が10段階しか設定できないんですよね。なので、細かい微調整ができないんですよね。なので、まず細かい微調整をしたいという方は、このアドバンスオプションをオンにしましょう。で、そうするとですね、めちゃくちゃ項目が増えるんですよ、こんな感じで。なんかもう、まずね、もう視点のスピードが、この 1% 刻みで、めちゃくちゃ微調整できますと。いや、そこまではいい。でも、この、何ブーストって、ランプタイムブースト、何この即時ブースト、何これってなると思うんですよ。え、この ADS の方にも、パーセンテージはいけるけど、なんでこんなブーストってあるのみたいな。で、ブーストとかランプタイムっていうのを全く詳しく知らずに、多分、フォートナイトやってる人めちゃくちゃ多いと思うんですよね。なので、今回、まあ、これも含めて、初心者の方が分かりやすくね、理解できるような動画にしていきたいと思いますので、ぜひね、最後まで見てください。でですね、このランプタイムとか、まあ、ブーストあると思うんですけど、まず、今の僕の設定は、まずこの、入力曲線っていうのがありまして、入力曲線は等速と加速なんですよね、これ。で、こう鈍化時間も何かとか、めちゃくちゃ多分分からないこと多いと思うんですよね。これもしっかり説明していきます。まずですね、感度の基盤となるこの入力曲線からお話ししていきましょう。で、入力曲線何かというとですね、まず加速度的な感度でやってみるとどうなるかっていうと、まずいきましょう。スティックを、一気に吹き出します。まあ、なんか普通だと思うかもしれないんですけど、これ、スティックね、ゆっくりやるとね、重く感じるよ、これ視点が。ちょっとなんか重いな、みたいな。で、スティックを思いっきり倒すと、あ、普通になんか速いなって感じるな、みたいな。ちょっとね、このゆっくりの時に、この補正をかけてくれるんですよね。で、これ、名前に書いてある通り、加速度的なって書いてあるので、最初これゆっくりなんですけど、スティックを倒すってことは、スティックを一気に振り倒すんで、加速するんですよ、これ。これゆっくりから、一気にスティック振り倒すと速くなるんで、これ加速ですね。これが加速度的なっていう意味です。はい、次、こっちの等速的な視点移動。何これって思うかもしれないですけど、等速は、もう自分が思ったらゆっくりやればゆっくり動くし、速くやったら速く動くし、みたいな。もう自分で微調整できるんですよ、これ。さっきの加速に比べると、ゆっくりやっても、引っかかりなく、自分の思った通りスムーズにできるんですよ、これ。で、速く行くことも速く行けるし、みたいな。っていう感じで、自分が思った通り、自分の指の動きに合わせてしっかりとね、この動く。これが等速的な視点です。はい、で、次にですね、この鈍化時間かな。鈍化時間がどういうことかというと、じゃこれを今、さっき等速で一回試してます。等速で、じゃこれを最大の1秒にしたらどうなるかというと、なんか今、いきますよ、これ。スティック全力で倒しますよ、これ。なんか最初遅くない？これ。スティック一気に倒します。なんか最初遅くない？っていう感じですね。この一応、この加速度的な、ちょっと最初の視点の遅れがね、出てくるんですよ、これ。なんで、最初、視点を振り、これ、じゃあ仮に、じゃあ等速で、じゃあ0秒にします。だったら、いきます。一気にスティック振り倒します。これ、早くない？ほら、一気にもう進むでしょ、これ。っていう感じで、最初にちょっと、ね、鈍らせる、これ、鈍化って、鈍らせる、この感度の秒数ですね、最初に。っていうのも微調整できますとっていうのがこの視点の鈍化時間となっております。なのでまあこれ加速とこれ鈍化時間めっちゃ組み合わせたらめちゃくちゃ遅くなります最初。なんでこれやるのがですっていうのもまあ近距離の打ち合いとかになった時になんかスティックを振り倒してるのに全然なんかもう硬すぎて動かんみたいになっちゃうんで、まあこれは等速で鈍化時間つけるんだったらまだいいかなと思います。はい、で次はですね、はい、やってみましょう。ブースト、何このブーストってって感じだと思うんですけど、じゃあまずですね、今のこの感度にじゃあブーストつけてみますか。もう 100% ですね。回転、横、水平、横ね、水平。じゃあ水平 100% します。いきます。もう早くないこれ。早くない。さっき、等速の時にあったこの振り向きよりかは、いきますよ。早くないこれ。っていう感じで、こちらのブーストは、一気に、素早い方向に、視点がぶっ飛んでくるんですよ、これ。はい、っていう感じで、これね、すごい加速がかかる。早くなるっていうね。さっきは鈍化時間とか、まあ、加速って最初遅くなるだったんですけど、こちらは最初じゃなくて後から速くなるみたいな。最初こうゆっくりいけるんです。ゆっくりいけるんだけど、スティックを振り出す瞬間に一気にブワーッと速くなるっていう、
これがブーストですね。まあ、さらにスティック、まあ、説明に書いてるかな、これ。左右の回転スピード追加で適用されます。そう。スティックを完全に倒すと、左右の回転スピードが追加で適用されてます。説明に書いてある通り、スティックを振り倒したときにさらに回転、スピードが速くなるっていうのは、このブーストです。で、このランプタイムというものは、スティック振り倒して、完全に振り倒したときに、ちょっとね、秒数遅らせるんですよ。例えばさっきは 100% ってスティック一気に振り倒したら、ブワーってすぐ回転したんですけど、じゃあこれランプタイム1秒1秒でやってみると、いきますよ。こんな感じで、今最初、この速さだったら急にブワーって速くなるんですよ、これ。じゃあもっとわかりやすくやると、じゃあ感度を、めちゃくちゃこんな感度ありえないけど、16% するよ、これ 16% で、いきます。最初、こんな遅いのに、急にほら、速くなるでしょ、これ。最初遅いのに、ほら、ブワー速くなる、これ。ほら、やばくない?この自販機、これを、ちょっと、ね、見てくださいね。ほら、めっちゃ速くない?これ。最初、めっちゃ遅いのに、1秒経ったらブーストがかかって、さらにランプタイムで1秒後にブーストかかるんで、めちゃくちゃ速いんですよ、これ。っていう、このブーストかけるために必要な時間が、このランプタイムブースト、このランプタイムっていうものです。一応これ ADS の方と全く同じなんで、この今のブーストランプタイムも全部同じなので。で、一応こちら、今回ゼロビルド向けなんで、建築に関しては、あんまり関係ないかなということで、まあこれはパスしておきます。はい、という感じ。等速だとね、こんな感じでスムーズに動けるし、で、その代わり、初心者さんって当然スティック操作こんな滑らかに動けないと思うんですよね。なんかこんな感じで、黄色みたいな。黄色みたいな。こんな感じですぐね、視点が合うわけがないので、さすがにね。なんで、最初スティック操作めちゃくちゃ苦手でも、フォートナイトやりたい、でもゼロビルドやりたいっていう方は、まずアドバンスオプションオンにして、等速がちょっとね、速すぎると思うので、一回加速で慣れてみてください。加速でなんかこう、こう視点がこうやって、ゆっくり補正かかるんで、最初こうやって補正かかるんで、これでゆっくりやっていただければ、初心者の方でもね、結構ね、微調整しながらも、感度がね、当てやすくなると思います。で、あとはまあデッドゾーンに関しては、これ今デッドゾーン、例えば右スティックのデッドゾーンってあると思うんですけど、今右スティック動かします。動かすとこんな感じで黄色い枠が広がってくるんですよ。で、今この真ん中の黒い枠があるじゃないですか。この中が反応しないっていう感じなんですよ、スティックが。で、この枠を超えるとキャラクターが反応するみたいな感じなので、今、本当に今スティックめっちゃ微調整で動かしてて、こんな感じでなんかギリギリ反応するかなぐらいの感じなんですけど、これじゃあ例えばデッドゾーンを、95% やばいけど、あと半分の 50% ぐらいにしましょう。で 50% にすると、今スティック動かします。こんな感じでスティック動かしてるのに反応しない。でこっから先行くと反応するみたいな、こんな感じでスティックのね、反応するねタイミングを変えれるんですよ、これ。はい、という感じで、今回は本当に初心者の方でもめちゃくちゃ分かりやすく、このアドバンスオプション、そしてさらにアドバンスオプションの中にあるブースト、ランプタイムについても、解説してきました。ぜひ、ね、この動画参考になったと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、動画を最後まで見ていただきありがとうございました。